三宅洋平さんは、残念ながら、落選という結果にはなりましたけれども、ずっとあのモニターから離れないで数字を見てたじゃないですか。その時はどんな気持ちで何を振り返ってたのか教えていただいていいですか。いや、まあ、比例選挙 の、 そのチームで票を取らないといけないっていう一方で、やっぱり自分個人が何票を取ったのかっていうことをしっかり確認したかった。で、まあ、1回目で何もかもがうまくいくとはそもそも思っていなかったんですけど、まあ、現実的におよそ15万票ぐらいが僕の個人票として入ったっていうことは非常に誇りを持てる数字で、まあね、他の政党で出てれば普通に当確がもらえたかもしれない票をいきなり詰めたっていうのは、おそらく他の政党の中でも注目に値する数字なんで、これは足がかりにしっかりまず次の衆院選まで3年間自分なりの政治活動をやっていきたいなと。山本さんが国会に行くことになりました。で、他の、まあ、野党がなかなか一つになれなかったっていうのが前回の衆院選の結果と、まあ、同じ道をちょっと歩んでしまったものがありますけれども、山本さんが一人で、まあ、国会に挑む形になって、どういう僕的には太郎君一人ではなくて、共産党もしっかり、まあ、できれば10議席取ってほしかったんだけど、まあ、7か8か取ったでしょ。だから、まあ、糸勝さんもいるし、まずはそこの意思を同じくする人たちが一つの会派としてうまく連携を取ってほしいなと思います。で、僕はまずは太郎くんが国会に行ってくれたんで、まあ、一緒に国会に行けるっていうことで、いろんなロビー活動を展開して、自民党の議員さんなんかとも話をして、 TPP に反対してる自民党の議員さんもいっぱいいますから、うん、そこをしっかり多くの若者にどういう議員が何を考えてるかを伝えていきたいです。だから一人のメディアとしての自分にできることをしっかりやっていきたいなと思います。